波による災害を防ぐために設置される防波堤防災とは協議には災害予防及び災害応急対策をまとめた概念であるこれに災害復旧を含める場合もあるつまり防災には災害を未然に防ぐ被害抑止のみを指す場合もあれば被害の拡大を防ぐ被害軽減や被災からの復旧まで含める場合もあるさらに 地域防災計画などでは、被災地に新たにより良い社会を創出する復興まで、含める場合もある。災害の概念は広いので、自然災害のみならず、人為的災害への対応も含めることがある。類義語として、防災が被害抑止のみを指す場合に区別される減災、防災よりやや広い概念である、危機管理などがある。防災上の危機管理の要素は、時系列で見ると準備。 緊急対応、収束の三つの局面からなる。災害は、人口減少、財政悪化、感染症の蔓延、企業の転出、犯罪の発生など、複次的な多様な危機とも関連がある。災害管理、緊急事態管理のサイクルにおける四つのフェーズ災害の防止策は、大きく二つに分けられる。被害抑止被害軽減一方、 災害発生後の対応も大きく二つに分けられる。応急対応復旧復興これらに加えて、誘因たる外力を知ることも重要である。具体的には、自然災害のメカニズムや、それを抑止する技術の研究、災害の予測、それらの知識の普及などである。行政や企業などの組織が行う総合的な防災では、知識や技術、資金や、 利害関係の調整が求められるため、経営管理的な視点が必要となる。そのため、この分野において防災は、クライシスマネジメント、リスクマネジメントの一部として認識されている。ディザスターマネジメント、またはエマージェンシーマネジメントにおいては、上記の行為は渦のように一つの循環の中に位置づけられる。この図では、被害抑止や被害軽減は、リスクマネジメント、 応急対応や復旧、復興は、クライシスマネジメントの範疇に定義しているが、より広く定義する場合もある。また、災害のリスクについて、理解を深め、その深刻さや受け入れ可能性、信頼できる警報のあり方、避難指示に従ってもらう方策、避難を引き出す方法などについて、実行しながら、改善検討を重ねていくことを、リスクコミュニケーションという。これに対し、 災害発生後の被災現場で災害時特有の心理状態にある被災者に配慮しながら情報提供を行う方法について実行しながら改善検討を重ねていくことをクライシスコミュニケーションという被害抑止、被害軽減災害における外力の大きさと発生頻度の関係防災の施策は大きく構造物によって 災害の有因たる外力を防ぐハード面の対策と知識や精度により災害の素因たる防災力を向上させるソフト面の対策に二分される。外力が小さいければ大部分をハード面の対策で防ぐことが可能だが外力が大きくなるほどソフト面の対策が果たす役割が大きくかつ重要になってくる。なお特徴としてハード対策は管理が 専門的で行政が担うものが多いのに対し、ソフト対策は管理が非専門家にも開かれており、住民やコミュニティが担うものが多い。ハード面ソフト面応急対応、復旧、復興地震災害を例に、発生からの経過時間別のクライシスマネジメントの目安を示す。なお、これは、不意打ちで突然やってくる地震災害を対象として、阪神、 淡路大震災後に作成されたものであり、ある程度予測でき、進行が緩やかな洪水、高潮といった災害には必ずしも当てはまらない。洪水、高潮では、災害レベルに達する前に、警報や避難勧告を出すことができること、避難所、備蓄倉庫、庁舎などの浸水対策を考える必要があること、二次災害として感染症の危険性が高いことなどが異なる。 災害現場に集結した消防隊災害時の対応は主体の違いにより自ら対応する自助、ご近所などの共同体で助け合う、共助、消防や自治体に助けてもらう、工助の3つに区分することができる。市民と行政の役割分担が強化された現代では日常生活で行政に依存する部分があり、災害時にもこの延長として市民は 控助が機能することを期待する。しかし、ある調査で災害時には、自助、共助、控助の割合が7、2、1になると報告されているように、災害時には、控助は限定的にしか機能しない上災害が深刻であるほど、控助の機能は低下する。特に瞬時に、大量の被災者が生じる地震の場合は顕著である。例えば、阪神、淡路大震災では、 家屋などの下敷きとなった16万4000人のうち12万9000人が自力で脱出2万7000人は近隣住民が救出7900人は警察、消防、自衛隊が救出したが近隣住民により救出された人は約8割が生存していたのに対し警察等により救出された人の生存率は到着時間がかかった影響で 約50%に止まっている。そのため、自助、共助の重要性は高い。共助には、ご近所同士のように目に見えて組織化されていないものと、消防団や水防団、自主防災組織のように組織化されているものとがある。近代法が成立した国家では、政府や行政による公助の考え方が浸透した。救急や消防、警察、軍、あるいは、 専門機関の役割が明確化され、それぞれが責任を負っている。大規模災害においても、政府や行政が復旧、復興の責任を負うのが普通となっている。一方で、有志による控助の考え方も進化してきており、企業や NPO による援助、ボランティア活動も行われる。古来、防災は日常生活の一部であり、防災という行動が、 意識的に区別されることはなかったと考えられる。しかし、一斉者により治水が行われるようになると役割分担が始まる。これは日本では主に江戸時代のことである。さらに明治時代以降は治水が行政の干渉となって専門化され技術の向上が図られるようになる。このような流れの中でダムや堤防などの施設の対策が大きく進歩し、 災害自体の研究も進んで理解が深まった。日本の防災は、こうした技術力や研究能力はトップレベルと言われる一方で、こうした施設や研究の必要性を社会や市民が理解、納得しているかは疑問視されているほか、避難などの非施設対策は相対的に不十分とされる。 その背景には、防災の専門家により、地水をはじめとした防災が、日常生活から遠ざかってしまったことが挙げられる。日本では1950年代まで、特に1942年から1948年までの7年間は、大地震や台風の来襲が多く、自然災害の死者は、毎年1000人を超える事態となっていた。戦後の復興により、 防災事業が再開されるものの、都市化による社会の脆弱化が進んだことで、被害はなかなか減少しない状況にあった。1962年に災害対策基本法が制定されたことで行政の責任が明確化され、災害対策が進んだ。1970年代には、年間500人前後に、さらに1990年代以降には、 年間数十人と確実に減少している。ただし、そのような中でも1995年の阪神、淡路大震災や2011年の東日本、大震災など、時折大災害は発生し防災に多くの課題を残している。日本では第二次世界大戦後、河川改修や耐震化などの施設対策を通じて、被害を抑止することに主眼が置かれてきた。ところが、 1995年の阪神・淡路大震災でその限界が露呈したことを契機に被害軽減や復旧を重視すべきという考え方が強まり対策により被害を最小限に抑えることに注力する減災の考え方が登場した2011年の東日本大震災ではこの課題が改めて認識され復興構想会議の提言では 逃げることイコール避難を基本とした防災教育やハザードマップ整備などの必接対策の重視を謳っている。日本の防災の主な課題に挙げられるものとして避難のあり方、防災計画やシステムの実行力がある。避難の目安となる予報や警報の技術は向上してきている一方で災害が起こった後に避難が低調であったことがしばしば報じられ、 安全に逃げてもらうための避難情報のあり方が模索されている。また、阪神、淡路大震災後の大きな動きとして、防災計画や防災マニュアル、防災情報システムが、にわかに整備されたものの、実際の災害時に有効に機能させることができるか、どうかが問われている。このほか小規模な自治体では防災に避ける辞任や予算が、 限られ満足な対応ができない場合があるという問題、市町村や都道府県をまたいだ広域災害における連携の問題、自発的避難につながるような行政に依存しない住民自ら行う防災をどのように啓発していくかという問題が挙げられる。日本の災害法制は災害対策基本法を基本とし、その他にも過去の災害を教訓に制定された。 災害救助法などの多数の法律が存在する。自治体の危機管理室。情報を収集するパソコンや電話、ホワイトボードなどが備え付けられる。再逮捕では、災害の応急対応はまず市町村が責任を負う、ことと規定している。市町村長には、関係機関や住民に、災害の通知をする責務、避難勧告や、避難指示、警戒区域の設定を行う、権限。 災害拡大防止のために物件を取り壊すよう要,要求する権限が与えられている。また、都道府県は市町村の広報支援や調整を担い、災害救助法に基づく事務も担うほか、被災により市町村が機能しなくなった場合には、措置を代行することが認められている。国は都道府県や市町村のさらなる広報支援を担う。また、国の機関である気象庁は、気象、 地震、火山などについて予報や警報を発表する義務を負っている。災害時、市町村は市町村長を本部長とする災害対策本部を設置し、災害対応の司令塔の役割を担う。これに関連して国は大規模災害で国の関与が必要な場合は、防災担当などの国務大臣を本部長とする非常災害対策本部を さらに激甚な災害の場合は、内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を設置する。なお、市町村や都道府県が設置する警戒本部、復興対策本部などは、災い対法に基づかない任意のものである。総合的な防災方針を決める仕組みとして、防災会議と防災計画がある。 これらはトップダウン式で国が中心的な役割を担い、その方針に基づいて都道府県、さらに市町村が計画立案、実施する構造である。国は中央防災会議を置いて防災基本計画を策定。中央省庁は防災業務計画を策定する。都道府県は都道府県防災会議を置いて都道府県地域防災計画を策定。 市町村は市町村防災会議を置いて市町村地域防災計画を策定する。トップダウンによる弊害も指摘される一方、年に一度見直される防災計画に期待される市民のチェック機能が働いていないという指摘もある。消防は常設機関だが防災業務を担う。消防士及び消防団員は水火災、または地震などの災害を防除し被害を軽減し、 傷病者を搬送するなど、災害から国民の生命、身体、財産を守るという任務が定められている。消防は救助や救急などの応急対応において、専門技能を有する数少ない存在である。災害時には、一定の人口規模の市に設置することとされている、特別救助隊や高度救助隊のほか、山岳救助隊、水難救助隊、科学機動中隊、 緊急消防援助隊などの専門部隊が活動する。ただし、消防署が市町村の干渉であるため、人員や設備が市町村の財政力に左右されるという欠点もある。警察も常設機関だが、捜索、救出、避難誘導、交通確保といった防災業務を担う。しかし、法的には、平時の規定である個人の生命、身体、 財産を保護する責務が延長されるものと解釈され、災害対策を明確には規定していない。自衛隊も常設機関だが防災業務を担う。都道府県知事は、自然災害などで人命、財産の保護の必要があるとき自衛隊の派遣要請を行う権限を有する。また、市町村長は知事に派遣要請を求める権限を有する。自衛隊の実際の業務は、 捜索救出だけではなく、炊き出し等の生活支援など幅広い。また、自衛隊は、補給や宿舎確保などを自ら行える、自己完結型の部隊であるという特徴があり、それを活かした活動が求められる。また、政府が1995年と2012年に行った調査では、自衛隊の目的や期待される役割として、国の安全や治安維持を上回って、 災害派遣が最上位に挙げられ、国民の期待が高い。さらに、隊員の意識としても災害救助にこそやりがいや、誇りを感じるものが少なくないと報じられている。しかし、自衛隊の主たる任務はあくまで国の平和、独立を守り侵略から防衛することであり、災害派遣は原則として、要請を受けた時に限られる。このほか 水防団は水防法に基づいて水害時に起水施設の稼働などの水害予防活動を行うほか、海上保安庁は海上保安庁法に基づいて水難、海難救助や航行支援を行う。災害の応急対応を規定しているのは災害救助法である。避難所、食事、炊き出し、物資の提供、仮設住宅、障害物の除去、 遺体の埋葬などを定めている。そして、現場の実態に応じた弾力的運用をするために、災害救助法自体は簡素な条文のみで構成され、具体的には所管する厚生労働省の定める基準や都道府県が、状況に応じて厚労省と協議して定める基準によっていて、通知や事務連絡の形で出されている。例えば、二0 1年の一般基準では、 食料費一人一日千十円以内、避難所開設期間七日以内、仮設住宅費用一個あたり二百三十八万七千円以内とされた。しかし、これでは実情として非常に厳しいため、実際には特別基準に従って七日を超える避難所を運営、避難所の代替として、ホテルや旅館の利用、仮設住宅費用の一個あたり六百万円程度への 増額などが行われている。ただし、弾力的運用が十分でないために、結果的に問題が生じたり、被災者の不満が募る事例も少なくない。特に、給付に関して、現金支給を求める声が非常に強いのに対して、国は、災害が発生すると物資が欠乏したり、調達困難となるため、金銭がほとんど用をなさないという理由からこれを、 認めず現物支給にこだわっているという問題がある。また、現金支給に前例がないという誤解もあるが、実は1953年に水害被災者に対して制御資金として1世帯あたり1万円を支給した実例は存在する。こうした制度の問題を回避する取り組みとして、1993年の雲仙普賢岳噴火では、国土庁と長崎県が、 長期避難者に対して食事現物支給か現金支給を選択する制度を実施したほか2000年のうっさん噴火では北海道阿武田町が避難者に生活費を支給する制度を実施したこれらはいずれも災害救助法の枠外で行われている災害の復旧は市町村長に実施責任が課せられているただし費用が莫大であるため国庫負担が必要であり 土木施設災害負担法、農林水産業施設災害負担法、学校施設災害負担法などによって補助率が定められている。災害復旧事業費は事業を行う事務省の災害査定官と財務省の立ち会い官が現場に立ち会って査定を行う。災害復旧事業は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法などの規定から原則として 原型復旧、つまり元の機能に復旧するものに限られ、改良を加えると対象から外れてしまうという問題がある。例えば、津波被害からの復旧のために堤防を高くしたり、安全のために鉄道路線を変更したりすると補助率が低くなる。再開法88条で、施設の新設、改良について十分な配慮が必要と謳われてはいるものの、課題とされている。 なお、東日本大震災復興基本法では、基本理念で、原型復旧にとどまらない姿勢が打ち出されている。他方、施設ではない地域の経済や生活、コミュニティなどは、こうした法律の対象外である。また、激甚災害法は一定以上の被害のあった災害を、激甚災害と認定し、国庫補助率を引き上げる。 認定を受けた場合、特別交付税をはじめとして、多くの復旧費で国庫補助を受けられるようになるため、自治体は事業の見通しがつけやすくなる。また、施設を含めた幅広い事業を対象にすることができる利点もある。被災者への公的援助として、災害庁遺金法に基づいた、災害庁遺金、災害障害見舞い金、災害援護資金の貸し付け、 また被災者生活再建支援法に基づいて住宅が前回大規模半壊となった住民への支援金がある。これらは1990年代から2000年代にかけて度重なる災害での反省を踏まえて制定、改正され拡充されている。しかし、災害徴異金の額が主たる整形維持者であるかどうかによって大きく変わること。 災害障害未満金の基準が厳しいこと、支援金の対象が限られ認定がスムーズではないことといった問題も指摘されている。災害時には善意の募金による義援金が集められ被災者に配分される。しかし、被災者数や報道のされ方など、災害によって一人当たりの配分金額に差が出るという課題がある。また、 配分について迅速性と公平性のバランスがしばしば問題となる。個人が加入する保険類においては多くの商品で自然災害についての面積事項が約款で定められているものの適用する場合としない場合がありケースによってまちまちである。火災保険では適用しない場合が多いが見舞い金として一部を支払う商品もある。 火災保険の欠点を補うために創設されたのが地震保険だが火災保険等とセットで加入しなければならず、また金額に限度がある。こうした欠点を補うものとして、例えば兵庫県は自然災害の種類、住宅の古さに関係なく被害程度に応じた共済金を支払う住宅再建共済制度を独自に設けている。一方、 生命保険の場合は過去多くの事例で面積事項を適用せず支払いを行っている。災害の復興を一般的に規定する法律として2013年に制定された大規模災害からの復興に関する法律がある。一定の要件を満たす被害を受けた市町村は移転や生活再建などを定めた復興計画を作成でき、これに沿った規制緩和や権限強化。 国庫補助などを定めている。復興事業については、都市再開発法や、土地区画整理法など、平時の法律が適用されるが、復興に即していないため問題が生じることがある。阪神、淡路大震災では、被災市街地復興特別措置法、東日本大震災では、特例法が制定され、土地用途による規制緩和や、建築制限の延長などが行われた。 防災集団移転促進事業という仕組みもあり、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律では、住居の移転に限る費用が補助されるが、東日本大震災復興特区法では、公共施設も対象となっている。密集市街地整備法に基づく防災外区整備事業では、建て替えへの補助や危険な建築物の除去勧告ができる。 土地改良法では農地の改良保全を通して国庫補助のある防災事業が行える。住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業では不良住宅の買収移転を通して防災事業が行える。この他に法的に拘束力はないが要項に基づいて行われる要項事業と呼ばれる事業があり補助金が支出されることがある。一方、 産業の復興については法律がほとんどない。農林水産業に限り法律に基づく共済制度がある。それ以外の産業では激人法による中小企業を対象とした特別融資があるに止まる。多くの場合、災害ごとに政府系金融機関や信用保障協会による融資が行われるものの、そのバックアップが不足することがある。 東日本大震災ではバックアップとして法律に基づいた金融機関への資本注入、産業復興機構や事業者再生支援機構による再建の買い取りが行われている。防災のための土木工事を定めたものには以下の法律がある。また災害の種類に応じて対策を定めたものには以下の法律がある。原子力災害は当初は 災害対策基本法に基づいた対応が予定されていたが JC 王林会事故で課題を残したことから具体的対応を規定する原子力災害対策特別措置法が制定された原子力災害が発生した場合国は原子力緊急事態宣言を発表するとともに内閣総理大臣を本部長とする原子力災害対策本部を設置し現地にも現地対策本部や オフサイトセンターを設置することが定められている。しかし、福島第一原子力発電所事故では、住民への広報や、避難指示の伝達が不十分となったり、オフサイトセンターが撤退を余儀なくされるなど、課題を残した。他方、事故による損害の保障は、原子力損害賠償法に定められている。なお、福島第一原発事故では、事故調査、除染、保障、 産業復興などを定めた特別立法が複数なされているが課題も指摘されている。建築基準法は建築物の安全を保つための最低限の耐震基準を示したものである。前身の市街地建築物法は1948年の福井地震を契機に制定されたもので、現行の新耐震基準は1978年の宮城県沖地震を契機に改正された。 他方、2012年に改正された都市再生特別措置法では、主要都市の指定地域で、駅や民間のビル内に避難場所の確保や、備蓄倉庫の整備を進めるよう定めている。主要国の災害法制と主要機関の分担は、2012年の時点で以下のようになっている。ヨーロッパ諸国の災害法制は、有事法制をもとに拡大したものであるが、有事法制と、 災害法制は明確に区別した方が良いという考え方が存在する。日本の災害法制は有事法制と明確に区別されている。点、応急策や復旧復興よりも災害抑し軽減に重点を置く。防災中心主義である。点、緊急事態法制がない点などを特徴とする。防災計画を念入りに練って段階的に対応する点で、 フランスに類似する。ただ、災害対策基本法では、責任が市町村に課せられる一方、災害救助法では、都道府県に権限は与えられるなど、法律によってねじれが生じている部分があり、権限がフランスのように整理されていない。また、平時同様の省庁割を基本として政府が対策本部を設置するという方法はアメリカに、 類似するが、常設期間がない点は異なる。洪水や津波、土砂崩れや土石流のように土地要因が大きな脆弱性である災害では、例えば河川沿いの低地において住宅建設を禁じるなど土地利用を適切に管理することができればその被害を大きく軽減することができる。しかし、現実としてそれは非常に困難である。 人々が危険な土地を利用する背景には、生活や経済活動を行う上での利便性、人や物が集まって、集落や都市を形成するメリット、いざ移転すると言っても安全な土地ほど地価が高いなどの事情があり、それら日常生活におけるメリットを、稀にしか起こらないような災害のために犠牲にする選択が困難だからである。災害と土地利用に絡む。 主な問題と考えられる対象を挙げる。利便性に基づいた地価の評価が、地価の安い危険な土地の利用を促進したり、土地代を抑えるための宅地の細分化を招いて、危険性の高い過密住宅地を生むという問題がある。これに対しては、危険性をコストに織り込む、内部化の取り組みイコール地価の評価に危険性、安全性を組み入れるシステムや、法的に利用を規制する施策が有効である。 例えばアメリカの全米洪水保険制度は地域ごとの洪水リスクに応じて保険料率を設定し危険な区域で開発禁止、政権や耐水害構造の義務付けを行った上で地域の洪水対策の進展度に応じて保険料率を軽減することで危険な土地の利用抑制と対策促進を行っている所有権に基づく土地の使有は 個人の権利としては容認されるが、安全性を無視した土地利用を招き被害リスクを増大させる側面もある。これに対しては、都市計画における適切な規制が必要である。日本における防災集団移転促進事業や崖地近接危険住宅移転事業には規制の性質はなく、あくまで個人の自発的な移転を促す助成を行う制度である。 建築基準法における災害危険区域は各自治体の指定により建築制限を課すものであるが住民との合意が難しく伊勢湾台風後に指定を行った名古屋市のようにきっかけがなければ指定がなされにくい現状があるこの他の制度としては土砂災害警戒区域個別事例では横須賀市における活断層付近の公共建築物大規模開発規制などがある ハリケーン接近前の避難誘導を行う、兵士堤防や建物の耐震化のような施設強化では、防ぎきれないレベルの災害において人命を守るのは避難である。そして、災害時に適切な方法、場所、時期での避難を判断する力を養うのが、防災教育や防災訓練の一つの目的である。避難方法、場所の判断において社会が提示する目安は、 避難場所や避難経路、防災施設、防災拠点等が示された防災地図である。崖地の崩壊や水害による洪水等の危険箇所を示したハザードマップのように危険予測図的な内容が含まれる場合もある。避難時期の判断において社会が提示する目安は警報や避難勧告などの情報である。河川氾濫の例をとれば大雨警報や 記録的短時間大雨情報のような雨量の情報、氾濫危険水位のような水位の情報、氾濫警戒情報や洪水警報のような避難基準の情報、避難勧告のような自治体による避難呼びかけの情報などがある。ただし、実際の避難方法、場所、時期の判断には、社会が提示する目安と、個人が持つ経験や価値観の両方が作用する。 個人が様々な危険性の情報をどう評価するかによって選択肢が変わってくるのである。防災教育や防災訓練はこうした判断を修正しより良い選択に導くことが求められる。ありがとうございます。